クリスチャン・ケップ家は、デンマーク王国時代と呼ばれる時代を代表する、肖像画家、風景画家の一人である。デンマーク語の発音に近いカタカナ表記は、クリスチャン・クプゲとする場合もある。コッペンハーゲンで司祭の息子に生まれた。11歳の時、病気にかかり、長期の療養が必要となり、体に負担の少ない絵を学ぶことになった。1822年1月に、 美術学校の初等クラスに通い始め、翌年ロランスンの教室で肖像画などを模写して修行した。1827年に人物画の教室に進み、翌年ロランスンが没した後、エガスベアの教室に移った。1827年に弟が父親の仕事を継ぎ、画家となることにした。1831年にスモールシルバーメダリオンを受賞し、 1832年には、ラージシルバーメダリオンを受賞した。王立美術コレクションにも2つの絵が買い上げられた。この頃は、肖像画や風景画を描いた。1838年に、奨学金を得て、1838年から1840年の間、イタリアに留学した。1840年に帰国するが、イタリアを題材にした作品は評価されなかった。 1843年に父親が死に苦しい生活を強いられた。画家としてより装飾デザイナーとして評価され1844年から45年には東原線美術館の装飾の仕事をした。美術アカデミーの会員になることもかなわなかった。1848年に肺炎のため38歳で死去した。ありがとうございます。